皆さん、こんにちは。ラディアンスの山崎です。潜在意識コントロール法であなたができるすごいことをお伝えしましょう。潜在意識コントロール法はとってもパワフルな方法です。あなたのビジネスや人生をどんどん発展させていきます。潜在意識をコントロールすると、この5つが上手にできるようになります。1、目標達成。2、意図的に良いアイデアを得る。3、人の心をつかむ。4、悩みや課題の解決。5、願望実現。潜在意識コントロール法の無料オンライン体験会に参加すると、その可能性の詳細を知ることができます。さあ、これから概要をお伝えしましょう。1、目標達成ができるです。あなたは目標達成が得意な方でしょうか？それとも三日坊主で悩んでしまう方でしょうか？あなたもこれで三日坊主から卒業し、目標達成の達人になります。目標達成を上手に行うには、マックスウェル・モルツ博士の最高サイバネティクス理論を応用することです。最高サイバネティクス理論の要点は、潜在意識の扉を開けて鮮明にイメージをすればするほど、潜在意識は現実とイメージとのギャップを埋めようと頑張ってくれるので、目標達成が可能になるというものです。サイコは心理学でサイコロチ、サイバネティクスはギリシャ語で舵取りを意味する言葉です。そこでマックスウェル・モルツ博士は、潜在意識にはターゲットを探して向かう自動追尾式のミサイルのような働きなのではないかと考え、サイコサイバネティクス理論と命名しました。目標達成というと、あなたはどんなイメージがありますか？綿密に計画を立てて、その目標を達成しようと力ずくで頑張るですか？でも、なかなか目標達成は難しいものです。しかし、最高サイバネティクス理論のように、潜在意識の中に目標達成をしたイメージを入れると、すんなりと目標達成ができてしまうのです。そこで、少しの知識がある方は、朝起きるとき、ベッドの中で、その日にやることがうまくいっているところをイメージしたり、自分を鼓舞するアファメーションをしたりします。なぜ朝起きるときかというと、潜在意識の扉は通常の正体は固く閉じています。そこで、通常の正体では潜在意識にイメージが届きません。朝起きるときは、潜在意識の扉が少しだけですが、開いているので、そこを狙うのです。この時に潜在意識の扉を全開にすることができたらいいと思いませんか？さらに、より鮮明に目標達成したイメージをすることができたらいいと思いませんか？これを達成するのが潜在意識コントロール法です。これで、あなたも目標達成の達人になります。2、意図的に良いアイデアを得る。あなたは良いアイデアを得る秘策を知りたくありませんか？それも、偶然にひらめくのを待つのではなくて、得たいときに意図的に良いアイデアを得る方法です。あなたは表彰の総合者の稲盛和夫氏の生き方という本を読んだことがありますか？10年間で100万部を突破しているベストセラー書です。この本の中に、知恵の蔵という記述があります。抜粋すると、知恵の蔵、それはいわば H の井戸だが、その所有者は人間自身ではない。例えば、神や宇宙が隠している普遍の真理なもので、その地を授けられることで、人類に持てる技術は進歩し、文明を発展させることができた。もう一度言います。知恵の蔵、それはいわば H の井戸だが、その所有者は人間自身ではない。例えば、神や宇宙が隠している普遍の真理なもので、その地を授けられることで、人類に持てる技術は進歩し、文明を発展させることができた、という、すっごい内容です。例えば、ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て、偶然に万有引力を発見しました。アルキメデスは湯船からお湯が溢れ出るのを見て、偶然に浮力を発見しました。私たちも、ふとした瞬間に良いアイデアが浮かんできたという体験は何度もありますよね。これは、知恵の蔵から偶然にやってきたメッセージです。潜在意識の扉を開けると、偶然にではなく、意図的に知恵の蔵につながり、良いアイデアを得ることができるようになります。京セラの稲盛さん、アップルのジョブズ氏、発明王さんは、知恵の蔵からのメッセージを偶然にではなく、得たい時に意図的に受け取っていました。潜在意識コントロール法を用いると、潜在意識の扉を開けることができます。
そこで潜在意識の奥底にある知恵の蔵につなぐことができるのです。そこであなたも得たいときに意図的に良いアイデアを浮かばせることができるようになるのです。 3. 人の心をつかむことができます。あなたは人の心をつかむことは得意ですか？人の心を上手につかむことができたらビジネスがうまくいくと思いませんか？人間関係が円滑になると思いませんか？私たちは意識の世界で皆つながっている。私たちは意識の世界で皆つながっていると言われています。例えば仲の良い A さんのことを考えていたら A さんから電話がかかってきたとか、長年連れ添った仲の良い夫婦はあうんの呼吸をしているとか、あのスポーツチームは一生懸命練習してチームの団結力を強め以心伝心で優勝できたとか、丹精込めて農作物を作っていると美味しい実がなるとか、植物と我々ともつながっているのです。そしてこれらの事実は多くの科学者がさまざまな実験で確認してしまっているのです。例えばアービン・ラズロ博士は、私たちは意識の世界で皆つながっていて脳が総受信になっているという量子真空エネルギー場理論を発表しています。潜在意識コントロール法を用いると潜在意識の扉を開けることができます。すると自分の潜在意識につながれるだけでなく相手の潜在意識にもつながることができます。これは長年連れ添った間柄でなくてもつながれます。そして初対面でもまだ会ったことがなくても可能なんです。そこで相手の心をつかんで信頼関係を深めることが可能です。潜在顧客にアプローチして上手に集客し、さらに有料顧客に育て上げることもできます。さまざまな人との人間関係を良好なものにしていくことが可能です。そこで社長と社員、上司と部下、夫婦関係を良好にしていくことができます。ターゲット層の潜在意識につながれば売れる商品化の開発も容易になります。さあ次が悩みや問題の解決ができます。あなたにはどんな悩みがありますか？あなたはどんな課題や問題を解決したいですか？自分の性格や考え方の癖が現実にそぐわないときに様々な悩みや問題が発生します。そんなときにはどうすればよいでしょうか？私たちの性格のデータは核の部分が3歳ぐらいまでに出来上がり、全体は小学校を卒業するぐらいまでに完成すると言われています。この時に性格のデータが容易に変化してしまうと自分が誰だか分からなくなるので、潜在意識の中に格納し、潜在意識の扉を閉ざして守っています。そこで性格が変わらないものとか三つ子の魂100までと言われています。米国催眠療法協会の創設者のクラザナ博士は、私たちの性格のデータは潜在意識のように格納されている。表面意識と潜在意識を隔てる潜在意識の扉を開け、性格のデータを探り望む方向に変化させることができるというクラズナ理論を発表しています。潜在意識コントロールを用いれば潜在意識の扉を開けると、潜在意識の中の性格のデータをあなた自身で探ることができます。そうすると自分のどのような性格のデータが今の悩みや問題を作り上げてしまっているかを知ることができます。さらに潜在意識の扉を開けると悩みや問題の原因となっている性格、これを改善する大きなプラスのデータをあなた自身で潜在意識の中に入れることができます。自分自身でできるようになるのでとっても安心です。 5. 願望実現ができます。あなたは願望実現が得意な方ですか？不得意な方ですか？あなたを願望実現の達人にする方法があります。願望実現にとって重要なものに引き寄せの法則というものがあります。これは類は友を呼ぶ、類は友を呼ぶというものです。つまり幸せ体質の人には幸せなことが起こりやすい、幸せ体質の人には幸せなことが起こりやすい、不幸体質の人には不幸なことが起こりやすい、不幸体質の人には不幸なことが起こりやすいと言われています。そこで幸せ体質になると願望実現しやすくなります。しかし通常の正体では潜在意識の扉が閉じているので、幸せ体質への性格改善は至難の業です。そこで引き寄せの法則を上手に使いこなせない人が多いのです。幸せ体質への性格改善ができれば引き寄せの法則を上手に使いこなせるようになるのです。
潜在意識コントロール法を用いると性格改善が可能となります。そこで自分を幸せ体質に変えていくことができます。また潜在意識コントロール法を用い潜在意識の扉を開けて自分の潜在意識を通じて他の人の潜在意識につながり他の人に影響を与えることができます。例えば有料顧客になる人、結婚相手等の潜在意識に影響を与えればその人を引き寄せることが可能になります。また目標達成のように潜在意識の中に願望実現した喜びのイメージを入れると潜在意識が頑張ってくれます。そこで願望実現できます。さらに知恵の蔵につながれば願望実現のための良いアイデアを得ることができます。アップルのジョブスのようです。潜在意識コントロール法であなたも願望実現の達人になるのです。さあ、こんな魅力的なことができる潜在意識コントロール法です。あなたも潜在意識コントロール法の無料オンライン体験会に参加してもっと具体的なもっとワクワクする話を聞いてください。潜在意識コントロールをする実証も行いますので自分にもできると分かりさらにワクワクしてしまいます。さあ、あなたも無料オンライン体験会に参加してください。ご清聴ありがとうございました。